ーグは18日、2、3月度の月間優秀監督賞を発表し、J1 はヴィッセル神戸の吉田高校監督、46、が初受賞した。各月のリーグ戦で最も優れた腕前を発揮した監督を選定する賞で、大賞付きで神戸は4勝1敗と開幕ダッシュに成功し、現在も通算6勝1分け1敗で首位を守っている。昨年途中から再登板し、神戸を J1 残留に導いた吉田監督。今季は攻守の規律を植え付け、その指導力も評価されている。クラブを通じて、選手たちのハードワークとスタッフのサポートがあって取れた賞だと思います。日頃から神戸に関わってくれている皆さんに感謝したい。まだシーズン序盤ですので、これに満足せず一戦一戦、全力で戦っていきたい、などとコメントした。神戸は19日にルヴァンハイ1次リーグ第4節でアウェー広島戦に臨む。この日の練習後、オンライン取材に応じた吉田監督は、前回、大敗しているので、リベンジということでチーム全員で戦っていきたい、と意気込んでいた。5日のホーム戦では広島に0対5と大敗し、通算1勝2敗で一時リーグ C 組の3位につけている。